お前らはそろそろ勉強やってるよな。ちゃんとやってます。やってます。はい。何やった？ということで毎度恒例バカ3人の答えを晒すコーナーやるぞ。もう恒例になっちゃったね。はい、まずは日本語訳をする英語の問題。 I get on the bus。 私はバスに乗るって意味だな。だがジェルの答え言ってみろ。ブスをゲットだぜ。今回もやる気ないな。え、ブス、え、ブスじゃないですかこれ。バスだバカ。はい、次。 My mother is always busy。 私の母はいつも忙しいという意味だな。だがジェルの答え。私の母はいつもブスい。お前本気で言ってんのか。え、違うんすか。はい、次。 I'm fine。 私は元気ですという意味だな。だがサタンの答え。私は炎です。それファイヤーだな。あ、お前次もひどいぞ。ハローメアリー。こんにちはメアリーって意味だな。だがサタの答え。地獄のメアリー。怖えよ。なんだ地獄のメアリーって。え、でもヘルメアリー。あ、ハローかこれ。お前視力大丈夫か。はい、次。漢字の読み認める。こんなもん誰でもわかるよな。だがジェルの答え。今年のびメル。なんだ今年のびメルって。え、え、ことに忍びじゃないですか。次もひどいぞ。詳しい。はい、ジェルの答え。こと羊 C。 お前この高校どうやって入った。はい、次。算数。子供が5人います。そこに1人来ました。みんなで何人ですか。はい、モモの答え。その5人帰ったので1人。悲しすぎだろお前。なんで5人買えんだ。来たやつと遊びたくないらしい。切ないわお前。勝手にストーリー付け出すな。はい、次。過去最悪の答えだ。ヒロが玉を2つ、ミユが玉を1つ持ってます。合計玉は何個ありますか。はい、モモの過去最悪の答え。ヒロの玉含め5つ。お前ほんとありえねえぞ。え、違うんすか。もう先生疲れてきたよ。動画見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしく。動画の他にも生放送してるのでぜひ見に来てね。詳しくはツイッターをチェック。